これより誰でもわかる vb.net 基礎を開始します第一章 vb の概要この章では vb とは VB プログラム実行までの道のり、プログラムはどこに書くの、名前を表示しようについて解説します。1の1、VB とはについて解説します。VB はビジュアルベーシックの略語で、マイクロソフトが1990年代に開発していたプログラミング言語です。ビジュアルスタジオに組み込まれ、 さまざまな種類のアプリケーション開発に用いられます。vb.net は .net に対応していない旧来の vb バージョン6.0の後継です。.net とはあらゆる OS で実行できるアプリケーションを構築するためのオープンソースプラットフォームです。vb は主にデスクトップアプリケーション ウェブアプリケーション、スマートフォンのアプリケーションを作れます。また、ゲームの開発も可能です。Visual Studio にザマリンを組み込めば、スマホアプリが開発できます。ウェブアプリケーションは、ASP.NET というフレームワークを使って作成できます。統合開発環境、IDE、 のビジュアルスタジオが開発を強力にサポートするため、綺麗な GUI のフォームアプリケーションを簡単に作ることができます。ご覧のように、フォームにボタンなどをドラッグドロップで配置するだけで、簡単にフォームアプリケーションを作ることができます。asp.net も同じような形で作ることができます。 GUI はグラフィカルユーザーインターフェースの略語でアイコンなどの視覚的な部品でコンピューターの操作を容易にしたインターフェースです。一度に VB プログラム実行までの道のりについて解説します。VB プログラムを作成して実行するには Visual Studio が必要となります。VB プログラムは ビジュアルスタジオというマイクロソフトの提供する統合開発環境 IDE で作成し実行します。ビジュアルスタジオのインストールの方法は付録ビジュアルスタジオインストール方法 .pdf を参考にしてください。VB とビジュアルスタジオを組み合わせてコンソールアプリ Windows アプリ、Web アプリなどさまざまなプログラムを作成できます。コンソールアプリは CUI アプリとも言います。CUI はキャラクターユーザーインターフェースの略語で文字ベースで操作を行うインターフェースです。Windows アプリはデスクトップアプリまたは GUI アプリとも言います。 ウェブアプリは asp.net というウェブページ記述言語で作成します。Visual Studio でのプロジェクト作成方法は新規作成メニューからプロジェクトを選択し、メニューを選択することで Windows アプリ、コンソールアプリ、Web アプリを作ることができます。次に .net フレームワークについて解説します。 .NET フレームワークはマイクロソフト .NET フレームワークとも言います。マイクロソフトが開発したアプリケーション開発実行環境です。また Windows アプリだけでなく Web アプリも構築、配置、実行することができます。また C#、シャープ VB、C++ で作ったプログラムも実行することができます。次に実行手順について解説します。まず、vb.net の文法にのっとってソースプログラムを作成します。その後で vb.net で実行できるようにコンパイルを行います。コンパイルが終わりますと .NET ッ,ットフレームワーク上で実行することができます。.NET 対応のアプリケーションは .NET ッ,ットフレームワークが存在する環境なら機種や OS が異なっても同じように動作させることができます。VB は異なる OS 上で動作できるようにコンパイラー型の言語とインタープリター型の言語という2つの側面を持っています。 それではこの流れをもう少し詳しく解説してみたいと思います。ソースプログラムの作成は VB の文法にのっとり作成します。またファイルの拡張子は .vb とします。コンパイルはフレームワーク上で動作できる中間言語に変換することです。またプログラムが実行できる形にすることです。 VB は .NET フレームワークという実行環境で、プログラムが実行できるようにするよう、ソースコードをコンパイルします。実行は .NET フレームワーク上で実行します。また、実行時には、インタープリターで変換しながら、逐次実行していきます。インタープリターとは、簡単に言うと、一行読んで実行。 一行読んで実行を繰り返していくことです。